番こちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら小池屋のトルティアチップスに業務スーパーで買ったヘーゼルナッツ&ココア、あんじゃないわ、ヘーゼルナッツココア&ホワイトスプレッドを塗って食べたいと思います。はい、小池屋トルティアプラス業務スーパー調味料シリーズも本日で最後となり、やっぱり最後は甘いものにしみたいですねっていう妙な欲望。はい、以前これのチョコレート単体版を食べたことあるんです。これそれとはまた違うのかな。白と黒のマーブルになってますし、どんな感じなのかな。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こんな風になります。ではいただきます。やっぱり最後は甘いのがいいですね。でチョコレートと違ってこれはなのか余計嬉しい。いや余計って言わないか、そういうのは。以前食べたチョコレートスプレッドに比べるとこちらの方が甘さといやまろやかさもあって全然味に変化があって美味しかったですね。なのでたっぷり食べるならこちらの方がいいかもしれません。反対に濃厚でちょっとほんのり苦めなチョコレートが好きならあちらの方がいいかもしれませんね。はい、きっとパンとかにもいろいろなものにきっと合うと思いますので、これはこちらの点数とさせていただきます。はい、それではなだれ込み火をつけるのぞこの穴で危険が迫っているということなのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。